今年僕は作業環境の見直しのためにキーボードを探す旅をしました。はじめはロジクールやハッピーハッキングキーボードなどいくつかの一流キーボードブランドを試しましたが、自分のワークフローには少しずつ足りず、最終的に出会ったのがスタートアップのキークロン K6 でした。今日は購入以来約半年間にわたって本業の仕事と動画制作にキークロン K6 をフル活用してきた僕が感じるこの製品の魅力と今一つに感じていることをご紹介します。ということで、こんにちは、レオです。このチャンネルでは生産性向上につながるガジェットや考え方をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。簡単におさらいすると、今使用中のキークロン K6 の特徴はこんな感じです。キーの数がフルサイズと比べると 65% 分しかないミニマルな設計です。でメカニカルスイッチと光学式スイッチを選ぶことができます。で僕はメカニカルの車軸をセレクトしました。矢印キーは独立した仕様です。バックライトがついていて Bluetooth 接続も可能です。ということで、このキーボードを半年間使ってきて自分的に好きなところを2つと、いまいちなところをご紹介していきたいと思います。まず好きなところ1つ目、キーの数です。65% しかないモデルは、キーボードの中心と自分の中心の位置が重なるので、本当に使いやすいです。半年経ってもこれがベストなサイズだなと僕は確信しています。これを使っていると姿勢が良くなる感覚もあります。でフットプリントも小さくて、デスクの上がすっきりするところも、まあ、僕の精神衛生上非常に素晴らしい、ありがたい存在だなと思っています。小さいんですけど、それでいて矢印キーが独立しているところもやっぱ高評価です。以前僕が試してみたハッピーハッキングキーボードは本当にかっこよかったんですけど、矢印キーが独立していなかったんで、Excel を仕事でよく使う僕にとってはどうしてもタイピングに逆に余計な時間がかかってしまっていました。それがないのが矢印キーがあるこの K6 というモデルの特徴です。で普通のキーボードだと最上部はファンクションキー、ファンクション F1、F2 みたいな感じのキーがありますけど、この K6 には一番上のキーがないんですね。でここなくても大丈夫かなと思ってたんですけど、実際僕これ半年間使っても一番上の列がないことが、一番上の行がないことが理由で苦になるっていうことが特になかったので、やっぱりその部分も少なくとも僕にとっては不要だったなというふうに思います。一番上のところって今音量とか画面の明るさ調整にも割り当てられてたりしますけど、まあ、そういうのが必要な時は僕は Mac の右上のコントロールセンターでマウスで操作してしまっています。そんなに不便は感じていません。で僕のワークフローっていうのが、仕事では Microsoft Word、 Excel、 PowerPoint、 そしてブラウザのいろんなことやります。でサイドワークでは動画編集やったりデザインをやったりします。だからこういうことをやっている僕にとって、半年経ってもこの 65% っていうキーの数っていうのが僕にとってしっくりくるキーの数だという、この意見に変化はありません。本当に K6 のサイズ感で良かったです。で次に気に入っているポイントがタイピング感です。タイピングの際のこの程よい反発と音のフィードバックっていうのがあるんですけど、これすごく気に入ってます。赤軸とか黄軸も僕試した上で最終的に茶軸を選んだんですけど、今ではすっかり茶軸が好きになりました。で今 YouTube ではもちろんなんですけど、仕事でも何かを自分で発表したり、発表する人の資料をプロデュースするみたいな仕事が多く回ってきているんですね。僕個人的な話ですけど、でそういう時に毎回必ず僕 iPad でまず手書きのブレストをするところから始めるんですけど、そのブレストが終わった後にすごく長い時間かけて台本化していくことを大切にやっています。結構台本を書くスタイルなので、めちゃくちゃタイピングする時間長いんですね。なのでタイピング感は少しでもいいものを目指したいと思ってますし、そこに目指す理由があると思っていまして、今のところキークロン K6 と茶軸の組み合わせがベストなタイピング感をもたらしてくれているというふうに思っています。
ごめんなさい、もう一ついいところあるんですけど、三つ目のいいところが、キー配列なんですね。ほとんどの人に関係ないと思うんですけど、カナダに行ってから僕成り行きで使い始めてしまって慣れてしまった US 配列っていうのをもうキーボードにはいつも求めるっていうのが常であります。あの Mac 買う時も US 配列で買うし、こういうキーボードを買う時も US 配列じゃないと辛いなっていうふうに思うんですけれども、キークロンはまあ、イギリスと香港のフュージョンブランドなので US 配列も普通に購入できます。その上でキークロン K6 のいいところが何かというと、ファンクションキーが F1 と F2 の2つあって、 F2 の方が文字入力の切り替えに使えるんですね。これシステム設定次第なんですけど、 F2 を1回押せば、カナ英数っていうのを切り替わって、トグルでスイッチしてくれます。それでさらにこれは右手の、切り替えなんですけど、僕は左手でも入力ソース切り替えたいっていう時が多いので、左手を使う時の方が多いので、Mac なのでシステム設定、キーボード、入力ソースの中からキャプスロックキーを入力ソース変換に使うっていうやつをオンにしています。これで US キーボードを使ってても左手でも右手でもワンプッシュでかなと英数の入力切り替えができるので、非常にそこも満足しています。それではいまいちなところをご紹介します。いまいちなところがそんなにあるわけじゃないんですけど、まず LED ライトを通すキーキャップがあるともっとテキストのタイプミスが少なくなっていいなと思うことがあります。このキーキャップすごくアレンジしたやつで可愛いやつで、まあ、昔の Mac のなんかコンセプト、これね、One More Thing っていうのがエンターのところに書いてあったりとか、まあ、なんかいろいろユニークなキーキャップを追加で購入して、オプションで購入して使ってるんですけど、残念なのがこのキーキャップがこの中の LED を通さないので、この文字一つずつがどんな文字なのかが見えないんですよね。で、僕基本的に毎朝5時に起きて朝活してるんですけど、もうなんかまだ眠いなみたいな時に目が開いてなくて、なかなかこうキーボード感覚取り戻せない時間帯っていうのがあって、そういう時はなんか少し視認しながらタイピングしたいんですけど、まあ特にこれから秋に入ってね、朝5時とか暗くなってくると、まあもう何も見えなくなってしまうんですよね、このキーボードだと。で、ここはロジクルの MX キーズが非常に優秀だったところで、バックライトがキーキャップの上の文字までこう透かして見えるようになってくれていたので、暗くてもよく視認できました。あの僕ライトに RGB ライトでこうかっこいいみたいな、レインボーに光りますとか、そういうのは全く求めてないんですけど、実用性の面でもロジクールの、MX キーズのこのライトっていうのはすごくいい体験だったので、まあ、キークロンとかも、まあ、バックライト自体はついてるので透明なキーキャップを販売してくれたらいいのになというふうに思います。それからいまいちだなと思うこと2つ目が、有線で充電するときと無線にするときちょっと癖があるんですね。これ僕のこの子だけの問題かもしれないんですけど、ここにスイッチがあって、で Bluetooth、オフでケーブルっていう3つの、トグルになってるんですけど、これをスイッチを切り替えるときに、まあ、普段は僕 Bluetooth で使ってます。で、Bluetooth で使っているときに電池がなくなったってなったときに、一回オフにしてから充電してケーブルをつないで、それからまた Bluetooth オンにしないといけないんですよっていう癖があって、Bluetooth オンにしたままで充電すると、なぜかよくわからないけど、こうそのまま Bluetooth が接続するんじゃなくて、なんか 2,3 分平気でちょっとアイドリングタイムみたいなのがあって、それからやっと Bluetooth 認識してくれるようになります。ここの癖を最初理解するまですごく困ったので、もし同じように悩んでる人いたら、必ず一回オフにしてつないで、でまた Bluetooth オンにするというこのステップを忘れないようにしてください。あとケーブル関係で言うと、だいぶ前のレビューの、これ最初にレビューした時の訂正をすると、何回かコメントで指摘はしていただいたんですけど、USB-C ケーブルでこれ充電したりとか、あと有線接続できるんですけど、このケーブル、僕最初に試した時は自分の手元の USB-C ケーブル使えなかったので、手元の USB-C ケーブルじゃ使えないというところがこの子の欠点ですって言ったんですけど、付属のやつじゃないと使えなかったんですね、僕の環境だと。ただその後でいろいろ他のケーブルもいろいろ試してみてたら使えるケーブルもありました。だから
あと僕が使えないと言ったのが何かというと、すぐ抜けちゃうっていう話だったんですけど、抜けないケーブルもありました。なので、まあ、その点訂正してしつつ、使えないケーブルもあるという言い方にしておこうと思います。アンカーのケーブルとかでも使えないものもあったので、その点はご注意ください。ということで、まあ、基本的な印象は僕購入1週間後にレビューした時からほとんど変わってなくて、今でも直感的にとてもいい操作を継続できているので助かってます。でその上で、まあ、一番この動画で伝えたいのは、購入当初少しだけ気になってたことがあって、それはキークロンが新興ブランドなので、まあ、例えば故障したらどうかなとか、まあ、すぐ故障しちゃったら怖いなとか、そういった不安はあったんですけど、半年毎日使っても故障してないので、そこはいきなり壊れるようなやわなブランドではないということがよく分かりました。なので今のところ僕はまだ満足できている状態です。まあ、キーキャップのとこだけね、もしキークロン K6 で使える透かしのあるキーキャップをご存知の方いたら、ぜひコメント欄で教えていただけたら、早速購入して試してみたいなと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日の動画以上になります。今後も同じようなガジェットに関する動画とか、何か生産性向上につながりそうな動画とか、会社員としてこんなことをやってますよっていう動画とかね、いろいろご紹介していきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録して今後の動画もチェックしてください。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、TikTok、レオ東山でやってますので、よかったらフォローしてください。そんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。